しくお願いします。よろしくお願いします。あ、ゆうさんよろしくお願いします。あ、こちらつけていただければ我々の声が聞こえると思いますので。はい、ゆうさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は30分だけという短いお時間なんですけれども、はい、僕も一人あのファンをスカウトしてきましたので、ファン2人でみんながきっと気になっているだろうあれこれっていうのをタイムアタックのような形式でどんどんお聞きしていきたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあお願いします。お願いします。まずね、フォークリフトの運転が復活しているということで、はい、今回あのどういう形でフォークリフトの遊びが入っているのでしょうか。あのアルバイトっていう形で入っています。でアルバイトであの荷物をどれぐらい運ぶとノルマがあって、はい、それでそのノルマで5個とかクリアするとバイト代が上がっていくっていう感じですね。あとはなんか他の要素との連携みたいなものがフォークリフトにもあるんですよね。そうですね、あの倉庫から貨物船に対して荷物運んだり、貨物船から倉庫に対して運ん で時々貨物船にあのアストロシティというセガのゲーム機が来るので、それを運ぶと翌日にゲームセンター、長部なんですけど、長部の、 あのハイテクランドって名前つけてますけど、セガにちなんだ、でそこにあの設置されてゲームができるようになりますね。じゃあ実際に量が自分で運んだものが翌日になってみるとその世界に何か変化が現れるっていうのがイメージですね。はい、そうですね。すごい、これ非常に面白いシステムだよね。ハイテクランドって長部に2つありまして、はい、であのなんかそのゲームをクリアする、敵をやっつけるとまた新たな得点があります。リワードじゃないか、アイテムがもらえるようになってます。なるほど。結構全体的に今回のいろんな要素が連携しているということなんですよ。実際にねちょっとゲーム映像を見ながら話を続けていきたいと思いますので、さつきさん次何か質問してください。いいですか。ちょっとどうしても聞きたいものをまずじゃあ最初に聞きたいんですけれども、国際電話についてお聞きしたいんですけれども、はい、何パターンくらいあるんでしょうか。そうですね、言っちゃうと楽しくないからちなみに、まあ、でも、はい、あの何人かに声かけられますよ。電話できます。あ、そうなんですね。繰り返しかける使えるんですか、テレフォンカードというものは。テレフォンカードはね、はい、1回あの5元で、お国際電話だから高いんです。あ、なるほど、そんな細かい設定もあるんですねいやそういう設定があるのがシェムですよね。うん、それであの例えば稲さんとかにかける、福さんとかでも、はい、気象なんかもかけられるし、もちろんのぞみもね、でそれでかけられるんだけど、はい、あの1回かけてそれっきりじゃ面白くないから、はい、何回かあのかけてもあの、できるようになってます。あとはあのバッカーの方に特典としてあるのはプラスアルファで、おお、あ、さらに、じゃ あの一般のプレイヤーでもある程度そのテレフォンカードで、懐かしいキャラクターと会話ができるし、バッカーはさらに追加で、いくつかのパターンが用意されているという感じですね。はい、そうなんです。なるほど。ちなみにフルボイスですか。そうです、そうです。おお、まあ、その時にねあの、はい、回想シーンなんかも出るので、豪華ですね。あのワンツーのファンの方は懐かしんでいただけるかなと思います。そういうところで言うとやっぱその懐かしいキャラクターもいっぱい出てくる中で、まあ、その電話だけのキャラクターも多いとは思うんですけれども、うん、まあ、今回は松風さんが当時 あのボイスのママなんですけれども、他にあの声優さんで当時と同じっていう方はいらっしゃるんですか。あ、ちょっと今度はねあんまりいないんですよ。あ、そうなんですか。まあ、でもあのアメリカの寮の高齢マーシャルさんとかやっていただいてます。あとはあの ランディーの桜井さんとか。あ、桜井さんも一緒なんですね。楽しみ。あの桜井さんといえば五郎の声も担当されてたんですか。そうなんですよ。そうですよね。それも同じなんですか。はいはい。おお、いた。はい。B ロールまだ入ってなかったみたいなんでちょっと入れてください、お願いします。はい。次じゃあ僕いいですか。はい、お願いします。もう一つシェムを代表する要素といえば自販機なんですけれども、よっお兄さん、うまくやってよ。ちょっと飲んでみてよ。ジュースはこれはラカンカ、昔みたいにケイリーの特産物よ。お兄ちゃん、ゲームセンター一緒に行こうよ。タイのね、今回はちょっと
切れられなかったんですよ、間に合わなくて。でもあのアニメーションはないけれども、その代わり食事もあって、いろんなお店のいろんな食べ物が買えるんですよね。そうですね、体力アップにつながります。まあ、本当はあの憲法と関係づけたかったんですけどね。はい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 、はい、そういろんな種類の食べ物があるってことですけど、どれぐらいの種類があるんですか。いや、数えたことがないので、食べ物を含めてアイテム自体はかなりの量あります。軽く1000は超えてる。1000は超える。やっぱ1000は物量が違うゲームですね。多分1500超えてると思いますね。さつきさん、どうぞ。いいですか。ダウンロードコンテンツはどのように出していく予定とかってありますか。ダウンロードコンテンツははい、やっぱりあの製品が発売されてから、はい、あの一定時期で、はい、あの定期的に出していこうと。そうなんです。今ちょっと3つぐらいちょっと考えてるんで。3つぐらい、うん、それはあのストーリーの DLC というような感じなんですか。そうですね、あのストーリー系の DLC もあります。ちょっとアクション系のものもあります。はい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 、はい。あとはちょっとあのカジノみたいな。あ、カジノ。それにちなんだやつもあります。あ、そうなんですね。衣装の配信とかはあったりするんですか、今後も。寮の着せ替えとか。あ、そうですね、はい、あの DLC の、はい、特典として、はい、そのクリアすると、はい、その衣装がもらえたりっていうのがあります。メインゲームの中でもね、いろんな衣装が登場するんですけど、はい、例えばなんか前ゆうさんがおっしゃってた中だと、例えば釣り大会で優勝したらもらえるとか。そうなんですね、あのハッカソンでも長部でも釣り大会あるんですけど、ほう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 、ハッカソンであの釣り大会で優勝すると、その釣り具屋さんの親父の顔の乗った T シャツ、いいですね。であのまあ、もう一個のスタンプラリーみたいなものがある。どこの場所ポイントでどの魚を釣ろうみたいな、でそういうのがちょっとありますけど、それで全部クリアするとまた何かがスカジャンみたいなやつとか。寮以外のキャラクターの衣装とかも用意されていたりするんですか、スーパーさん。あの本編ではちょっとないんですけども、あるにはあるんです。あ、そうなんですね。あるにはある。楽しみにしてます。楽しみですね。先ほどちょっと釣りの話が出てきたんですけれども、まだこちらの映像自体は多分公開されたことないので、釣りってどういう感じの内容になってるんでしょうか。ですね、あの釣り竿をレンタルして、はい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 、でそれで基本的には釣ります。釣り竿ってそのいろんな種類があるような感じですか。そうですね、あの安いやつとか普通のやつとか高いやつとか、あとあの非常に高価な流行りのカーボンロッドみたいなやつとかあって、で性能がちょっと違うんですけど、それと釣りのポイントを釣れるところを探すとか、一つの釣りのエリアでも釣れる場所と釣れないところが、いろんな場所が、うん、穴場みたいなところもあったりして、そうそう、キャスティングしてみて、こう魚影の濃いところを狙ったりして、で釣るとその釣った分だけその魚屋さんが買い取ってくれるんですね、魚を。あ、なるほど、うん、それでちょっとアルバイトになるっていう。あ、それがまたじゃあアルバイトの一種に近いイメージなんですね。そうですね、はい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 、はい、あとあのすごいこの間ゆうさんにインタビューで聞いて、これはめちゃくちゃ面白そうだなと思ったのが、はい、シェンムの一つの魅力っていうのはやっぱりいろんなあのお店があって全部中に入れて、その中をこう今までね我々眺め回すだけで満足してたんですけど、はいはい、なんと今回長部にはどうやらゆるキャラがいるらしいんですね。あの長部ちゃんっていうキャラクターなんですけど、そうなんですよ。その長部ちゃんがなんと全ての店にですか、なんか隠れてるらしいんですよね。そうなんですね、全て。約140店舗ぐらい、すごいなあって、そこ全部に、うん、そことりあえず全部にセットしてある。すごいな。で、あのチョブちゃん擬態できるので、擬態できる、うん、ですからちょっと探すのがちょっと簡単に探せるところと、はい、ちょっと見つけるのが難しいところもあって、はい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 、で見つけるとショップカードっていうのはもらえるんですよ。でショップカードで例えば組み合わせコンプすると、なんかまた違うものに変わったり、
それそのショップカードっていうのは要するにその店のオリジナルカードっていう。そうなんですよ。で全てのお店のカードがあるってことなんですか。そうです。コレクションできますね。いや絶対もう今までね見るだけで満足だったのが、はい、探し物もできるとなるとね。そうですね。もうずっとお店に座っちゃいそうですね。そうですね。なんかやっぱりこう宝探し的なものとか、はいはいはい、やっぱりお店が多い意味がないと。あまあ、今までのねシェンム1、2だとお店はたくさんあるけれども基本的には見るだけみたいなところがあったんですけど、今回は長武さんちゃん探しもそうだし、実際にあの買い物ができる店も増えているような感じなんですか。そうですね。買い物できる店もその半分ぐらいの店は。うわすげえ。すごい半分もできるんですね。それはやっぱり今まで以上に食事だとかいろんな要素が入ってきたことによってそのアイテムの購入を入れやすくなったというような感じなんですか。うん、まあ、大体それくらいの量は必要なかったんですけどあのなんかこう勢いでちょっとやっちゃって。おお、その勢いが嬉しいですね、うん、でも最終的にあの非常に意義のあるものになったんじゃないかなと思うんですけど、うん、この間ユウさんがおっしゃったように今のゲームだと全部攻略とか見ればもう分かっちゃうじゃないですか、うん、でそこでいろんな店があってその確かにその日によって値段が変わるんでしたっけ。日によってまあ何日かに1回、うん、毎日変わってもあの探すのも大変だと思うので、はいはいはい、あ何日かで、うん、何日かでちょっと値段が変わって、うん、今日はこれが安いよとか、ですからあの時々お店の値段をチェックしてもらって、それでだからその時にちょっと多めに買えるように、お金はちょっと多めに持ってた方がいいですね。あ、じゃあこの店が安いからずっとこの店でいいやってならないわけですよね、うん、そうなっちゃうとお店が多くある意味がなくなっちゃう。意味がなくなっちゃいますね。さつきさん他にいろいろあるんじゃないですか。ゲームセンターについても、はいはい、教えてほしいんですけれども、うん、ビデオゲームのようなものも存在したりするんですか。でエレメカみたいなものが多かったんですけど、はい、うん、あのビデオゲームみたいなのもありますよ。おそれは今までのものとはまた違ったものですね。今までみたいなものも多いんですけど、あら、はい、今までより違ったやつもちょっと入ってます、ね、あ、そうなんです、楽しみです。例えばどんなものですかって聞いちゃいますけど聞いちゃっていいのかな微妙だな、微妙なところです。微妙なところで答えていいもんかどうか微妙なんで分かりました、失礼しました。アストロシティに入ってるようなやつは新しくなってるんですね。あとそれが実際にフォークリフトで運んでくるやつに当てはまるんですかね、はいはい。まあ、でもあの87年にちょっとそういうタイプのゲームないんですけど、あ、まあ、ただあのゲームなので遊んでちょっと楽しいかなっていうのをちょっと入れてあります。あ、じゃあオリジナルのものが入ってるところなんですね、はい、あとはねやっぱりファンとしてやっぱそのミニゲームとかそういうのもいいんですけど、最終的にはやっぱりそのシェンムの世界観だとか物語性みたいなところになってくると思うんですけど、その一つとしてやっぱり今回ユウさんが非常に力を入れてらっしゃるっておっしゃったのがシェンファとの会話とかその好感度が変化するあの仕組みだと思うんですけれども、それについてよろしければもう少し具体的に教えていただければと思います。シェンムのシナリオの量ってかなり多いんですけど、それでシェンファとの会話もその配分をちょっと多くしてあります。でシェンファとたくさん話してもらったりすると話す内容にもよるんですけど、ちょっとリョウがあの世界一な KY の男って呼ばれててちょっとリョウが失言をしたりで、時々話し合いの中でそのリョウがこう KS って言ってあの質問することとか答えるのを選べるんですね。あ、なるほど、選択肢みたいなのが発生して、でその答え方によってちょっと印象がちょっとシェンファの印象ちょっと悪くなったり良くなったり変化するようになっていて、じゃかなりその中で分岐が豊富にあるっていう。そうなんですよね。あの結構その全部見ようと思ったらかなりの量をこなさないと。しかもそれもやっぱ会話していくことでどんどん変わっていくので、一周だけでは絶対見れないものいろいろ出てきますよね。そうですね。一周だと一周しか見れないタイプに親密の会話はなっちゃってますから。あ、なるほど、うん、まあ、20周とか30周やんないと全部マジですか、大変ですね。これはもうやらなきゃ、まあ、我々はそれぐらいやる覚悟ではいますからね、まあ、ちょっとした変化ですけど全部やる必要は全部もちろんないんですけど、ないけど、それでちょっとした
ストーリーが変わったり それほど大げさなことじゃなくて、はい、あのちょっとずつシェンファ の、はい、あの態度がちょっと変わってきますね。3名の時の好感度システムよりも複雑な感じになってるんですかね。3名の時ちょっと忘れちゃったな、はい、多分もっと分岐してるんですかね。まあ、でも今回はシェンムー2の最後でもシェンファとの会話っていうのは本当に奥深いものだったんですけど、はい、それがこうシェンムー3の始まりに過ぎなかったみたいな感じなのかなと僕は勝手に想像してるんですけど、ずっとシェンファと会話できるんですよね多分。あのちょっとしたそのシェンファのちょっとした違いですか、もうちょっと楽しんでもらえるといいですね。大きな違いじゃなくて、あの小さな変化も楽しいじゃないですか。あのはっきり分かりやすいことじゃないけど、はい、微妙なちょっと変化が嬉しかったり、そういうのをちょっとやってみたかったんですね。なるほどですね。あとまあそのシェンファと、ね、メインキャラクターとのやり取りがやっぱ一番、ね、奥深いものになっているとは思うんですけど、やっぱりシェンムって街の中に変なやつが必ずいるんですよね。変わったキャラクターとか、ね、ちょっとクスッと笑ってしまうような人とかいたりするんですけど、はい、今回は、まあ、かなり、ね、481人でしたっけいるというお話を伺ったんですけど、その中でこのキャラクターと話した方がいいよというおすすめのリュウさんの一押しのキャラクターでいたりするんでしょうか。あのストーリーに噛んでるキャラクターはあの強制的にちょっと絡んでくるんですけど、はい、あの個人的にちょっと自分が大好きなキャラクターは長武両者のおかみ。やっぱり、どんな感じなんですか。ちょっと大雑把というか、あのちょっとワイルドな感じなんですけど、ちょっと乱暴なんですけど心はちょっと優しい。はい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 、すでに、ね、絵は1回公開されていると思うんですけれども、確かに見た目からしてもちょっとヤバそうなおばさんで、ね、シェンムー映えしそうな確かにそうですね。やっぱ今回ね、あの使用してもね、やっぱそのもともとシェンムーってじいちゃんばあちゃんがものすごくね細かく再現されているゲームですが、今回もシワとかの細かさがものすごいねディテールが施されているんですけど、そのあたりはやっぱそのリアリティを作るのが大変だったんでしょうか。あのどちらかというとですね、あのシワがあると作りやすいんですよ。あ、そうなんですね。あの いろんな造形とかこうディテールが上がるじゃないですか、シワの数だけ、はい、あとペロッとした顔の方がちょっと難しいんですよ。あ、なるほどね。ただあのじいちゃんばあちゃんばっかりのゲームだってよく言われるのであのちょっとあの美人とか若い人も今回子供とかも多くしました。あ、そうなんですね。なるほど。いや今回なんか僕遊んでて美人が増えたなってすごい思ったんですよね、はい、特に長部とかね。あ、うん、子供とかも結構可愛らしい顔の子が、ね、でもやっぱ元々シェンムーの子供もすごいやっぱ魅力的だなと思いますし、はい、なんかやっぱりユウさんの一つのテーマなのかなと思うんですけど、やっぱその子供のその純粋な感じみたいなところこう、ね、クレヨンで絵を描いてたりとか、そういうまだ汚れてない子供みたいなものもすごい綺麗に描かれてるなと思いましたね。あと何かさつきさんの方で、マジックウェザーは今回どのような進化をしてますか。そうですね、あの、はい、まあ、もちろんあの天候とか時間っていうのをやってるんですけど、はいはい、あの今回はちょっと雨降ると寮のジャケットちょっと濡れたり、でぬかるみができて反射したり、はいはい、足跡が残ったり、はい、そういうのをちょっとやって、はい、で雨が強くなると少し雨が流れる表現とか、あの岩を伝ってとか屋根を伝って、はいはいはい、流れるとか、そういうことを少し、はい、あのやってますね。あとゆうさん前おっしゃられたところで僕がすごい感動したのが、あの月ってあるじゃないですか、うん、あの月もやっぱりリアルタイムで毎日毎日少しずつ変化していくんですよね。そうですね、あの1ヶ月で満月から新月になって満月になって月齢っていうんですけど、はいはいはい、あの月齢も今回あのちゃんとシェム時間であのちゃんと1ヶ月できちっと変化するように。シェムの時間でいうと今回は今まで通りにその1時間が現実世界の 4,5 分ぐらいで、夜になると必ず寝なきゃいけないみたいな感じでしょうか。そうですね、だいたい1時間が4分で1日が1時間って感じですね、
なるほどですね。今回寝るときは遅く帰るとセンファーに怒られたりとかみたいなこととかはあったりする。怒られはしないですね。はい、でも時間だったらそろそろ寝ようかみたいな。そうですね。だいたい9時頃になると あの強制期間になる。それは原作より遅いですね。うん、早い。もともとはね11時ぐらいまで大丈夫だったんですけど。11時はあの強制睡眠。ということは強制睡眠の前にシェンファーと話す時間が、きちっともいいですね。じゃあ毎日必ずシェンファーと話す時間があるというようなイメージですか。です、もちろん話さないであの寝ちゃっても構わないですけど。あ、そうなんですね。そうするとまた違うシェンファーが見れる。その場合もそうなんですね。ところでということはそのハッカソンにいる間は寮はシェンファの家に寝泊まりするようなイメージなんでしょうか。そうです。はい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 。あのお父さんがさらわれちゃいますから。あ、ね、あの2の最後でね、そうなってますから。エンっていうお父さんの部屋に寝泊まりすることになります。ちなみにこのシェム2の最後にすでにシェンファの家が登場してたんですけど、あの辺りは、シェム2の作りに忠実に今回、シェム3で最新の技術で作り直したような感じなのか、それとも割とあの自由にちょっとひねったりとか新しい作りにしたりしてるようなイメージでしょうか。基本守るように作ってるんですけども、はい、ちょっとゲームを面白くするためにとか若干修正はされてます。なるほど。あと今回ね、いろんなイージーからやめておけっていうモードまで難易度があるんですけど、うん、初めて遊ぶときにシェンムファンにおすすめする難易度はどのあたりになるんでしょうか。例えばバトルちょっと好きだったり、シェンムの魅力バトルだと思ってる人のファンの方はチャレンジモードっていうのがあるんで、チャレンジをぜひやってほしいなって思う。チャレンジが2番目に難しいモードですか。イージー、ノーマル、ハード、ハーデスト。ハードに一応そんなに難しくないと思いますけど、はい、一応ハードのとこがチャレンジ。なるほどですね。でノーマルがおすすめモード。おすすめモード。難易度を変えると何かストーリーに影響とかはあったりは。ストーリーはあんまり影響ないですけど、お金がちょっと稼ぎや進行が楽になったりバトルが少し、はい、じゃあバトルだけではないんですね。バトルだけじゃないですね、はいはい、いろんな調整されてます。ところでバトルの話をするとですね、その結構ね今までとかなりガラッとシステムが変わったバトルになっていると思うんですけど、はい、今回のバトルの魅力はどういったところになるんでしょうか。今回バトルをエンジンからスクラッチから作っているので RPG に適したバトル。あで今回木人みたいなもので、はいはい、耐久力を上げて、うんうんうん、でサンダっていうでそのスパーリングみたいなことをやって、はい、技をアタックの強さを上げていくっていうあるそのレベル上げみたいなことがあるんですけど、技賞を手に入れないとそういうアタックスキルを上げられないんですよ。ですから技賞がいろんな売ってるものとかガチャガチャの景品とかいろんなところに技賞を入手できるやり方があるの でその技賞を入手するところから始まって、で技賞を入手するためにお金が必要だとか、で入手した技賞で道場っていうのがちょっとありましたね、はいはい、でシェンムー1、2と違っていつでもその練習ができるようになってるので、そこは大きな違いですよね。で道場で段位っていうものもあって今の自分の強さを確認できたり、商談試験を受けたりもできるので、で段位を上げてって上げて、で自分で強さを確認しながら上げていったりして、でそういうその技者のシステム、入手から技者のシステム全部含めてのバトルのシステムっていう。なるほどね。単なるそのバトル自体の遊びじゃなくて、うん、その関連要素も含めて寮の成長を描く一つのシステムとしてあるというようなイメージですね。だからストーリー進行に沿った形になってると思うんですね。そこがそのまあやっぱりいつでも好きな時にバトルを練習でできるようになったというのは大きな変更点ですけど、
そのメインストーリーの中でバトルのイベントっていうのも入ってくるかと思うんですけれども、そこのそのバトルがストーリーの中で発生する頻度っていうのはどれぐらいのものですか。どれぐらいか、例えば過去作と比べて前よりはちょっと多いと思いますけどね。なるほど。単純に前より密度が、あのシェム3の場合ワンツーより密度が高いと思うので、ストーリー的にですか、はい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 、イベントやらいろんなものがその分はちょっと多くなってると思う、バトルも。なるほどですね、うん、でもあの一つのシェム その特徴っていうのは、そのランダムでバトルは発生しないじゃないですか。例えば街歩いてたらランダムで誰かが絡んできて、うんうん、強制バトルみたいな、そういうものは引き続きないというようなイメージですか。あったらあったで楽しそうですけどないんですね。ないですね。なるほど。いや、シェムファンとしてはそれは結構安心しますよね。やっぱりあの静かに流れる時間をゆったりと楽しむっていうのも、そうですね、結構一つのシェムの魅力なんじゃないかと思うんですけど、そういう意味では今回は2つの舞台、ハッカソンとチョーブがあるんですけど、それぞれどういうふうに違うんですか。ハッカソンはあの割かしそのクローズにしようと思ってたんですよ最初は。はい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 、はい、でクローズにしようと思ってたけど、なんかいろいろアイデア入れていたら広がっちゃいましたけどね。で本当はクローズワールド作って、で次はオープンワールドと組み合わせてやりたかったんだけど、コントラストみたいな、ね、うん、はいはいはい、で、まあ、ハッカソンも思ったより大きくなっちゃって、はい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 、でチョブはもっと大きくなっちゃいました。お、楽しみです。シェム2のボリュームよりちょっと大きいんじゃないかと思います。チョブだけでですか。どうでしょうね。まあ2つ合わせるともちろん大きいですけど、チョブだけ、チョブ対香港を比べてどうかっていうのはちょっとわからないですね。なるほどですね。はい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 。QTE は3になって進化とかはありましたか。進化っていうよりも、はい、そのいろんなシチュエーションに合わせてバリエーションがちょっと変化してる感じですね。基本的な考え方は一緒です。なるほど。あのタイミングゲームがちょっと嫌い苦手な人のために、はい、もう少しこうその緩いタイミングで入力、誰でもその映画的な演出を味わえて、はい、誰でも簡単に参加できるんだけど、はい、その失敗の回数に応じて入力が優しくなってくる、はい、あ、優しい、うん、QTE が苦手な人でもやりやすい、うん、QTE ってはもちろんあのアクションが苦手な人のためにできたシステムなんで、それはあの考え方とか踏襲して、はい、であとバリエーションを増やしてるっていう感じです。最後ね、時間も残り短くなってきましたので、ちょっとピンポイントでファンが気になるんじゃないかというところをちょっと聞きたいんですけど、例えば、みんなおなじみのコンビニ、トマトコンビニエンスストアですけれども、今回チョーブとかにもあるのでしょうか。あります、あります。おお、あの音楽がかかると結構懐かしい。あ、音楽もあるんですね。結構外を通り過ぎるだけで聞こえてくるような感じなんですか。中に、今回は中に入らないと聞こえないですね。聞こえないですね。あのそのコンビニっていうことで、日本だとね、こうおにぎりとか売ってるんですけど、はい、キーリンのコンビニというとね、ちょっとイメージが分かんないですけど、ね、日本っぽいあのものを売ってるんですか。日本っぽいものちょっとないけども、なるほど、はいはい、中国っぽいかっていうとそうでもないんですね。ただあのチョーブウォーカーとかね、チョーブウォーカー雑誌ですか。チョーブの観光用の雑誌みたいなものとか、まあ、ちょっとジョークの効いたその表紙とかをちょっとなんか楽しめるように。くじとかはあるんですか。あ、くじね、くじとかはくじないんですね、ないですね、残念ながら ね、 なるほどね。そこででも止まらずに進めるっていうことですね、逆に言うと、はいはいはい、あとね、聞いちゃいけないことを聞きますけど、あの、はい、アイテムリストにみんなずっとこれは何だと気になっていたあの謎の巻物をしっかりと入ってましたね、ゆうさん。そうだ、入ってるだけで。そうなんですか。入ってるだけなんですか。入ってるだけで、ちょっとシェーム3でどう、シェーム3ではね、ちょっと、あ、そうなんですね。でもまだ持たせてるっていうことは、いずれはその意味が判明するのかもしれないということですね。まあ、持たせたってことはそういうことにみんな取っちゃうんでしょうね。そうですね。最後まで何もなかったっていう展開も面白そうですね。そうですね。逆に謎は謎のままで。はい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 。
あとあのキャラクターでいうとあのレンとか、ね、シェンファとかそのメインキャラクターのキャストでストーリー的に戻ってくるキャラクターがいるんですけど、うん、それ以外でその愛されてるその NPC とかストーリーとそこまで絡んでこないけど愛されてるキャラクターっていうのがいると思うんですけど、うん、そういうキャラクターがちょっと出てきたりとかっていうようなこともあったりするんでしょうか。イースターエッグ的な感じでちょっと回想で出てきたり、回想で、うん、そのあんまり期待しない方がいいですね。なるほど。じゃあ最後の質問、さつきさんどうぞ。声優さんの発表っていうのは、発売前にも行われる予定とかはあるんですか？予定ないですよ。あ、そうなんですね。じゃあもう発売まで楽しみにということですね。この間ね、プレイラーで萩原さんじゃないレンの声初めて聞きましたけど、そうですね、ついにレンの声が、うん、でも全然違和感もなく、よくやっぱりね、はい、かなり独特な声で、どうしてもね萩原さんならではのものっていうのもあると思うんですけど、はい、まあ、よく似せてきたなっていう。そうですね。とやっぱ声優さんもかなりレンさんの声、あと萩原さんの声を聞いて勉強されたんでしょうかね。うん、そう思います。楽しみ。はい、はい、ってなわけで、はい、時間が来てしまいました。ゆうさん、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。